全然出ないもう全然出ねえじゃねえか。アイテム向けで、どうもティラです。本日ですね、あることに気づきました。私ティラ、実況始めて6年です。いや、6年目に入りました。私の実況はついに、いやー、6年目ですよ。6年目ね、初めの作品を投稿してからね、6年目になります。いや、これからもね、よろしくお願いいたします。はい、というわけで今回はね、人気の企画でいきたいと思います。いってみよう。電撃一閃ギガスロー、ギガスオーを使います。メタルウィングバトルマスターの融合武器ですね。はい、融合武器でメタルウィングってできます。これ見て、ギガスロー来たよ来たよ。ドレアムの神業電撃一閃ギガスロー、弱いわけがないですよね。もう技名がもう強いから、ね、このね、ギガスロー、ね、メタルウィングっていうね、プラチナソウルとドラゴンキラーを合わせていけるね、融合武器なんですけど、このね、ギガスローでね、敵を葬り去ってやろうと思います。よろしくお願いします。まあまあまあね、まずこれでいきましょう。まずこれで入りますよ。向こうの煉獄長がね、雷弱かったりするんで、デニンでね、狙い撃ちしつつ、ギガスローでもうダメージを取っていく。そんだけですよ。簡単ですよね。自己フラッシュちょっと待って。まあでもメタキンいるから大丈夫。メタキンいるからね。オッケー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 。メタキンいる分ね、ダメージはだいぶ軽減できるよ。そういうことを君はし始めるでしょう。君はそういうことをし始める。ちゃはははは電撃一閃ギガスローとか、そういう以前の、それ以前の問題なんだよね、これ。もうなんかもう、ギガスローすら撃たせてもらえないというね、もう敵のね、このね、やってるな、洗礼ですよ。これやってる洗礼ですよ。何なんですか、これ。まあ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 。お、起きたけど、電撃一閃できないでしょ。もうブーメランで殴るんじゃないよ、君は。ブーメランをこうやって投げる、殴るんじゃないよ。なんだよ、これ。さあ、キングオープレスで。というか、なんだよ、メタキンオールのメール全員早いんだよ。おい、メタキンよりみんな早いってどういうことなんですか、このゲーム。てか結構こっちのチームみんな早いはずなんだけどね。デインを煉獄将に撃っていく、ドン、いいね。さらにここでダメ押しを、このスペシャルカードでビッグバン、どんどん競り勝っていきますよ。まずは行くぜ、よし、いいぞ。さあ、ギガスロー撃ってくれ。いや、ちょっと待て。はい、いや、違うの。うまい、どういう顔してるけどさ、お前撃つ技が違うでしょ。違うだろ、議員出てくるぞ、俺の中の。俺の中の議員出てくるぞ。違うだろって言うよ。本当にもう。本当にもう。まあまあ、でもダメージです。だいぶ有利になったよね。呪文使いにはメタキンが刺さること、刺さることということですよ。こいつらバカですよ。メタキンいるの分かって、まだバンギも撃つことしても、こいつバカですよ。なんか前回もこの流れやらなかった、メタルの時に。さあ、デイン完璧。オッケー完璧。デインを撃っていく。煉獄長にいいよ。はい、煉獄長に。さあ、どうする。ゆりかご、もう、君はそういうことをし始める。ギガスロー撃たせてくれよ、俺に。はい。オッケーオッケー。順調だ。さあ、ギガスローを打たせてくれよ、俺に。なんだ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 、どうしたどうしたどうした、スペシャルカードなんだなんだ。おい、そうだったね、君はギガデンを使うんだったな。いやいやいや、いい勝負じゃない。さあ、ギガスローを打たせてくれよ、俺にな。そろそろギガスローを打たせてもらっていいか。ああ、ドリアムの力、大人気ドリアムの力を得てんだぞ。ギガスローだぞ、弱いわけがない。行くぞ。おい、これ最後に、ここでデイン打って、最後にギガスローで決めるんやね。分かってる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 、もう。おー、いいもん考えてくれてんじゃん、放送。いくぜ、必殺、皆さんご一緒に。電撃一閃ギガスロー、うわーうわーうわー強っ、勝負あり。いや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 、なんか嫌な予感しか、ちょっと困って、この敵のパターン見たよ。この敵のパターンどこかで見たんだけど、なんか似たような感じなんだけど、しかも相手の敵のなんかパターン見て、なんかあれこれもしかしてみたいな。なんか前回なんか地獄見た覚えやってんなって言ったやつじゃないの。ねえ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 、俺思い出すんだけど、もう今でも思い出すよ。じゃあまず連続部ですね。
でもどうだ、敵の待遇は高すぎないか、ちょっと。あ、でも全員やってるね。あ、でもそこそこ出んだな。さあ行きましょう、必殺電撃一閃。おい、あーでも結構、あーでも、いや出てるんだよ多分ね、あれだ。おい、よけるラッキーラッキー。あのあれだ、主人公のパーティーっていうのはやっぱり主人公がだけが強いっていう感じあるから、主人公を軽く出さなくちゃいけないんだけど、なんか微妙いやいや早い、その結論は早い、その結論は早いぞ。三味一体よ、三味一体よ、わかる？三味一体なのよ、二人一体じゃないのよスマイルちゃん、スマイルちゃんわかる？三味一体なの、わかるねえ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 、どこ行くの君たち、ね、君たちは一体どこ行くんだい。やるしかねえな。え、緑かよ。ドレアモの力を得た私に勝てるか、行くぜ。はい、オッケー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 。ドレアモの力を得てんのか、つばぜりの強いに決まってんじゃん。あ、帰ってきた、早いんだよな、もっと後でいいよ。このバシューラさ、なんでされた時が遅くてさ、戻ってくる時が早いんだよみんな思うやつだよ。電罰を打っていく、ドン。なるほどね、なるほどなるほどね、うん。あ、こいつバカですよ、こいつバカですよなんかどっかで見た、その話どっかで言った気がする、このこいつバカですよは。うん、メタキオールでな、勝ったいなもういや、暗黒ゾーン本当にお前さ、そういうとこだよ、そういうとこ、お前そういうとこだよ本当に。ああ、さすがに、さすがにここでまた飛んでったら俺はもう切れるよ、切れるよ。どうしようかな、こいつ確かグランドネビラ打ってきた覚えなんだけど、なんかこの前こいつさ、まあ、三位一体よ、わかる、三位一体なのよ、わかる、この勝負さあメタルバード回収率すごい高いんだこれな、見せてくれよ、どう、はい、ほーい、そういうこと、そういうこと、俺の中で一致したわ、そういうこと。どうしようかな、勇気たまっかな、向こうがグランドデビラ打ってくるのは分かってるから、なんでグランドデビラ打ってくるのは分かってんだよ、ただ勇気がたまる気があんましない、スマイルがちょこちょこ外してんのあるからな、でグランドデビラ食らってからでしょ、いやーきついねそれ、回復っていうのがお前剣投げてくんねん、お前そのモーションなんかガスロとそっくりやな、こうしてみるとな、あんまりだわ。あんまりだわ。今のはあんまりだろ。今のはちょっとかわいそうだと思ったもん、正直。お、いいね。ネビラ、食らって。ネビラ食らって耐えれる気せえへんな。ネビラ食らって耐えれる気がせえへんな。どうだろう。このターンに勇気溜まるかな。溜まんなかったらオワコンだぜ。これ、勇気。ネビラ、だってさ500ぐらい食らうでしょ、絶対耐えれないじゃんこのパーティーじゃ、だからルビスするしかなかったんだ。ああ、まあ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 が、まあまあが、もうこいつバカですよ毎度毎度言わせて、なんか毎回言わせんな、こいつバカですよって毎回言わせんなってんー、でも厳しいって、勇気たまんのかこのターンに、会心いっぱい出せばお前は出せないことな、お前は出せないの知ってるんだ、なぜだなぜそいつを狙うんだ、会心出してくれスマイル、そうそうそう、そういうこと、そういうこと、会心、会心出すよ、会心出すよ、行くぜお前、いいとこないからな、まあ当てたから、あ、勇気たまる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 、大丈夫、たまるたまる、次の次でちゃんとたまれば OK、 たまるたまる、これならたまる、雪辱果たすぞ、雪辱果たすぞ、当てろよメタルバード、当てろよ、そういうこと、そういうこと、そういうこと、はい、そういうこと、やったやったうまい、よくやった、よかった、それはもうよくやったわ、何やろう勝つやで、な、飛んでこうが勝つやで、はい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 、はい、そういうこと、そういうこと、あ、そういうことっすよ、うん、電撃一閃ギガスロー。
さて、我らの上司をお呼びします。いきます。出た出た出た、ドリアム。うおー来ましたよ。我らの上司ダークドリアム。いきます。雷鳴強弾曲。ふわっまた出てきたかな。もう毎度毎度もうドリアム呼ぶのは当然のこ流れっすよね。勝負あり。まあせっかくなので敵の部隊を全員雷に弱い奴らにしてみました。こうすればあのギガスローがいっぱい入るじゃないですか。せっかくなんで強いギガスロー僕見たいんですよ。強いギガスローを見たいなって思いまして、ちょっとあのふざけた感じに敵を組ませてもらってギガスローをぶっ放してみたいと思います。よろしくお願いします。はい、今回モンスターマスターでね、体勢を下げております。相手雷体勢をさらに下げております。はい、もう予定調和ですよ。行きましょう皆さん。行きます。電撃一戦、電撃一戦。ギガスロー、ザップ。強い、やっぱり強い。やはり強かった。やはり強いな。弱いな。おメカ軍団といえばまあでね、弱いんで雷に。もう予定調和みたいになっちゃいましたけど。許していただきたい。皆さんに強いギガスローをお届けしてみたいんですよ。はい、分かってください。フィジカルコマンド、まあまあまあ敵の火力そんなにないんじゃない。まあまあまあこんなもんだ。さあデインを撃っていく。このデインね、雷弱いんでしょ。どんぐらいでも400ぐらいでもいいんじゃない。400ぐらいでんじゃない。見てて、せーの、はい、どう390。すげえすげえ出る、すごい。もうモンスターマスターがあえて体勢下げることによりさ、こうやってふざけれるのっていいよな。やっぱモンバスってこういう実験に便利だからさ。じゃあちょっとあれ、ウィナズマケイスか自分で。雷全員弱いんで稲妻の剣も封切させてみたいと思います。これでどんぐらい出んの。これどんぐらい出んだろう。この稲妻の剣全員雷弱点だからね、600ぐらい出んじゃないの。もう強い。200とか出てる。グランドミューラーもびっくりやな。いや相手にとってはもうこんなもうモンスターマスターには悪いけど、うん、いや見せてもらってますよ。なるほどね、そこそこ出んだな。キラーマシンスにやっぱ攻撃能力高いからね。まあ、プロトギラーはお前立ってるだけがそうだから、そんな火力出ないでしょ。うんうん。予定調和ですから。これはもう八百長ですから、八百長。連続ブレス。ああ、なるほどね。あ、こんなもんなんだね。メタルバード。なるほどね。メタルバード行くのね。なるほど、メタルバードなんで、ね。ああ、結構出る。310結構出んな。へえ。結構出んだな。ああ、テンパス行く。やばいよ、雷属性。力40からくれないと、ドーン、雷ずるよ。力40か、お前、ほんとに。お前、ほんとに力40か。おーおーおー、どうなってんねん、こいつら。さあ、ラストはですね、もう皆さん気づいていたと思います。これです。では、最後に。このパーティー全員雷が使えるんですね。いきます。勇者の先行、ライデイン。最後はライデインで締めたいと思います。ありがとうモンマス、君の犠牲を忘れない。うわ強っ。勝負あり。はい、というわけで今回は電撃一戦ギガスローで遊んでみました。一つ言っていい、うん、弱い。バトルマスターってやっぱ主人公がやっぱ強すぎる説あるから、なんかだいぶ弱いな。やっぱり主人公はもっと強くないとダメだ。なんかレベル1の主人公見てるみたいだった。はい、というわけで今回これぐらいで終わりたいと思います。お疲れ様でした。